ハルツーム包囲戦は、ムハンマド・アフマド率いるマフリー軍がエジプト領のハルツームを陥落させた戦いである。それまでイギリスとエジプトはこの都市を死守していたが10ヶ月に及ぶ包囲の末にハルツームは陥落し、守備兵は4000のスーダン市民と共に虐殺された。この勝利によって10年に及ぶマフディ派のスーダン支配が確立し、また国民から絶大な人気があった。 上昇将軍、ゴードンの戦士は、イギリス本国に大きな衝撃を与えた。チャールズ・ゴードン1882年のウラービーの乱以降、イギリスはエジプトを事実上保護国化していたが、スーダンはこの時エジプトの行政下にあったため、イギリス政府はあくまで、スーダンにおける反乱は、エジプト国内の問題であると考えていた。よって、当初反乱は、エジプト政府が対応していたが、 それは1883年11月のエルオベイドの戦いにおけるエジプト軍の全滅という最悪の結果を招く事態となった。この勝利により、マフリー軍は膨大な量の装備品を露飼し、ダルフール、コルドファンを含むスーダンの広域に勢力を広げた。自らをマフリーと宣言するムハンマド・アフマドは、自分がイスラーム国家の救済者であると主張し、 エジプト支配からの独立を望むスーダンの多くの人々の支持を得た。ここに来てようやく事態の深刻さに気づいたイギリス政府は動き出した。時の首相ウィリアム・グラットストンと陸軍大臣、ハーティントン公爵はエジプトの財政的な理由、また北部のアラブ人反乱への対処などからスーダンの鎮圧はしばらく困難と判断し、エジプト政府に対し全守備隊をスーダンから 撤退させることを命じた。そこで撤退を成功させるために任命されたのが1876年から1879年までスーダン総督を務め、現地での人気も高かったチャールズ・ゴードンであった。彼はアロー戦争で上将軍を率いて有名を馳せた実績があった。彼のスーダンに対する姿勢はグラッドストンとは全く異なるものであった。彼は マフティ国家を徹底的に攻撃して、スーダンの支配権を奪い返し、エジプトから相当すべきだと考えていた。彼の懸念は、エジプト軍の士気が数度にわたる敗戦で、すっかり低迷していることであった。ゴードンの積極姿勢は、サミュエル・ベカー教や、ガーネット・オーレスリー教のような帝国主義者から歓迎され、彼の意見は1884年1月に、 ザ・タイムズ誌に掲載された。ゴードンは政府にスーダンから守備隊を撤退させると宣言し、彼はイギリス政府とエジプト当局より10万ポンドを与えられ、あらゆる援助と協力を約束された。ハルツームへ向かう途上にゴードンは同行していたスチュアート大佐と共にマフリーに怯える現地の部族長の集会に参加するためにバルバルに立ち寄ったが、ここで エジプト政府がスーダンから撤退しようとしていることを明かしてしまうという重大なミスを犯した。自分たちが見捨てられたと考えた部族民たちは動揺し、彼らの中精神は大きく揺らいだ。ハルツームは二つの川の合流点にある天然の溶岩であった。ゴーオードンは1884年2月18日にハルツームに到着したが、任務は予想よりはるかに困難であった。 守備隊は各地に散らばっており、その道中もマフディ軍が隙間なく行動していたため、撤退中も吸収を受ける危険性があった。援軍の必要性を感じたコードンは、名目上エジプトがまだオスマン帝国領であることを理由に、オスマン帝国に援軍を要請したが、当時のスルタン、アブデュルハミト2世はこれを拒否した。 そこでゴードンはインドのムスリム部隊の派遣を本国に求めるも、スーダンからの撤退を望む英国政府により却下された。そこでせめて200人のイギリス兵を援軍として求めたが、これさえも拒否された。これらによりゴードンはグラッドストンに不信感を覚え、もともと反乱軍との徹底抗戦を主張していたこともあって、輸送初段の欠如を理由に、 ハルツームに牢上することを決意した。この時ハルツームには守備隊だけでなく在スーダンのイギリス人の大半が滞在していたため、この都市は何としても避けなければならなかった。ゴードンはハルツームからの撤退の準備をするのではなく、この都市をアンサールから死守すると宣言して住民を歓喜させた。彼は住民の支持を得るために拷問の廃止、 税金の免除などを行い、さらに、ハルツームの経済が奴隷貿易に頼っていることを認識して、以前自身が廃止した奴隷制を復活させた。これは、イギリス本国で議論を呼んだが、ハルツーム市民から喝采を浴びた。この時、ハルツームにはライフルで完全武装した守備兵7000人と市民2万7000人、半年分の食料と数百万発の弾薬。 毎週5万発の弾薬を製造できる設備を有していた。また、ゴードンは女性と子供、病人をエジプトへ送り始め、包囲が始まるまでにおよそ2500人がハルツームから逃れたがそのために200人の守備兵が失われた。ゴードンは街の防衛にも力を注いだ。ハルツームは北と東に青ナイル、西に白ナイルが流れており、 川岸を守るために蒸気船を改造させ、走行に覆われた小型の砲艦を旧石作らせた。砂漠の開けた南側には古代の要塞があり、それを修復、活用しつつ綿密な残酷陣地を構築し、さらに即席の大陣地雷を大量に敷設した。しかし前日のように、ハルツームの守備兵の士気は低く規律は乱れており、ゴードンは守備兵の中でもエジプト人、 トルコ人、北部スーダン人の兵士を略奪はできるが、戦闘能力は皆無と酷評した。唯一彼が高く評価していたのが、南スーダン出身の元奴隷の黒人兵士であった。マフリー軍が黒人を奴隷にすることはよく知られていたため、彼らは再び奴隷になるよりは自由人として死ぬことを覚悟していたため、非常に士気が高かった。よって守備隊の主力は、 この2300人の黒人兵士となった。マフディを名乗ったムハンマド・アフマド完全に孤立したハルツームは1884年3月アンサールによって包囲された。そして18日、ムハンマド・アフマド自らが指揮したマフディ軍による攻撃が始まった。当初マフディ軍は不慣れなために適切な包囲戦を遂行する能力に欠けており、さらに ゴードンの不設した地雷が、マフディ軍を大いに苦しめた。しかし、包囲軍の数は増え続け、さらに、スーダン北部の部族である、ベジャ人がマフディ派に寝返り、ハルツームとエジプトをつなぐ電線を脅かした。ゴードンは、和平交渉を行ったが、不成功に終わった。政府はゴードンに包囲を突破して帰還することを求めたが彼はこの町を敵に明け渡すことを断固として、拒否した。 包囲戦は連日マスコミに取り上げられ、世論と野党保守党は、ゴードンの救出をグラッドストンに求めた。あくまでも、ゴードンをハルツームから撤退させようとしていた、グラッドストンだが、ビクトリア女王までもがグラッドストンに圧力をかけると、ついに屈し、8月5日に、会員で、ゴードン救出のため30万ポンドの予算が可決され、ガーネット・オルズリー率いる救援軍が組織されたが、 必要な物資や人員を用意するのに手間取り、救援は父として進まなかった。ゴードンはあらゆる手段を用いてハルツームを守り続けていた。彼は武装させた蒸気船を街から繰り出しては沿岸のアンサール陣営に向けて銃撃し、青、ナイル落ちで染め上げた。そして士気を保つために毎週金曜日と日曜日に広場で軍楽隊による演奏を行ったり、 切断された電線をかき集めて、街に電信網を構築したことで前線の状況がいち早くゴードンに伝わるようにした。さらに空き缶にダイナマイトを詰めて、地雷を作り続け、城壁に軍服を着せた人形を並べて、敵を欺いた。これらの噴戦により、3月から8月にかけて、マフリー軍は大損害を被った。ゴードンは、自信をつけ、日記には、私は永遠に、 ここにいる。と記している。ゴードン救援のため派遣されたナイル遠征隊しかし、秋が進むにつれて状況は悪化した。消耗品はヘリ、有能な将校が次々と戦死していった。ゴードンは包囲中、幾度か別動隊を組織して、スーダンの街をいくつか奪還することに成功していたが、そんな最中の9月4日、敵の街を襲っていた別動隊が、 マフリーの待ち伏せに遭い、ゴードンの従者を含むおよそ1000人弱が戦死した。さらに9月9日、ゴードンの作らせた宝冠の一石が輸送中に、マフリーに打破され、乗員全員が殺害された。さらに悪いことに、乗組員の中には、彼の右腕のスチュアート大佐も含まれていた。数日後、ゴードンは、スチュアートの死を、マフリーの幸福勧告で初めて知った。 アフマド目線を打開するために動き始めた。彼はナイルガー沿岸に大量の大砲を並べた。これにより、砲艦がナイルを航行することが極めて困難になり、これはゴードンにとっては大きな痛手となった。1884年末になると、食料も底をつき始めた。徐々に餓死者が出始め、馬や猫、ロバなどはすでに食い尽くされた。ゴードンは民間人に、 マフリーに降伏して命を守ることを提案し、人口のおよそ半数がそれを受け入れた。12月にアフマドはゴードンと守備隊の命の保障と名誉ある撤退を条件として町の明け渡しを求めたが彼はこれを丁調に拒絶している。この包囲戦においてゴードンとアフマドが顔を合わせることは一度もなかったが、 それでも二人のカリスマ的指揮官は激戦を通じて互いに尊敬の念を抱くようになっていた。同じ月にウォルズリーの救援隊がようやくカイロを出発し、ゴードンは不安定な通信を通してこの知らせを受けたが、その心境は暗かった。12月14日の日記には、さよなら、もう私の名を聞くことはないだろう。兵士たちは私を裏切り、 クリスマスまでに全てが終わるだろうとあり、これが最後の記入となった。この2日後、ゴードンは白ナイルの対岸にあるオムドゥルマンの全焼基地を放棄することを余儀なくされた。これにより、マフリー軍は市外に向けて直接砲撃することが可能となった。次のような逸話が残っている。オムドゥルマン放棄後、レバノンの商人がゴードンの下を訪れ、 司令部のある宮殿が砲撃されるのを防ぐため、ランプの明かりを暗くすることを勧めた。するとゴードンは部下に命じて、わざと宮殿中のランプを最大限に明るく照らし、宮殿が敵からよく見えるようにして商人にこう言った。私が恐れを捨てて生まれてきたことを知らしめてやろう。ジョージ・ W ・ジョイが描いた美化された、ゴードンの戦士、ゴードンの首を抱える。 アンサール救援隊は1月にスーダンに入りハルツームの救援を急ぐためにハーバード・スチュアート巡に・ジュンラにダ兵2400人余りを先遣隊として派遣した。先遣隊はバイユーダ砂漠を越えてハルツームを目指した。途中1月17日にマフディ派、ベドウィンの襲撃を受けたがこれを撃破している。彼らが一月二十日にメケンマに到着した時、 ゴードンが4ヶ月前に救援隊を援助するために派遣していた4隻の蒸気船と遭遇した。ここでハルツームが今にも陥落しそうだということが分かったため、ハルツームに急行した。アブクレアにおけるアンサールの敗北を知ったアフマドは救援隊がすぐ近くに迫っていることを察知し、1月25から26日の夜、総攻撃を開始した。ちょうどこの時、ナイル川は、 増水期を過ぎており、白ナイルは川底をあらわにしていた。そして、エジプト人の歌し館の一人であった、ファラズパシャなる人物が水門を開け、5万人のアンサールを城内に導いた。上えと病、旅重なる戦闘によりもはや守備隊に抗戦能力はなく、アンサールは一気に市街になだれ込んだ。ゴードンイカ守備隊全員と市民4000人が殺戮され、 最終的にアフマドによって、殺戮は中止された。ゴードンの戦死については明らかではないが、大きく分けて二つの説がある。一つは、ゴードンは赤いフェズに儀礼用の軍服を身につけ、リボルバーと軍刀で抵抗し、死闘の末に殺害されたというもので、英国の人々から広く指示されている。もう一つの説がゴードンは、オーストラリア領事館へ逃れようとしたところを、 アンサールに発見され、通りで殺されたというものである。ゴードンについてはアフマドが生け取りを命じていたが、命令は守られなかった。どちらにせよ、ゴードンの遺体は首をはねられて、アフマドに届けられ、体は井戸に投げ込まれた。救援隊がハルツームに到着したのは、そのわずか2日後であった。マフリー軍は、ハルツーム陥落の勢いに乗って救援隊を攻撃したが撃退された。 しかし、任務の失敗を悟った、救援隊はエジプトへ撤収した。マフディ国家の最大領土この戦いの勝利により、イギリスの勢力はスーダンからほぼ一掃され、マフディのスーダン支配が確立した。彼らはシャリーアに基づく厳格なイスラーム国家の樹立を宣言し、やがて13年もの間スーダンの支配者として、君臨することとなる。一方、イギリスでは、 ゴードンの救出に失敗したグラッドストンに対しては、世論や議会、女王からも批判が集中した。彼らは、ゴードンの仇打ちを求めたが、グラッドストンはこれに、応じようとはせず、結局当時の第三次、グラッドストン内閣が倒れる一因となった。しかし、スーダン奪回を最優先課題とする、保守党政権が成立した後も、予算の問題などで、スーダン問題は先延ばしにされ、 なかなか前には進まなかった。保冷初期チナー将軍率いる英軍がスーダンの大地を踏むのは1898年にフランスがスーダン征服を狙うまで待たねばならなかった。ありがとうございます。